はい、えー、皆さん、こんにちは。三村茶のね、木さん、そうです。で、今日ですね、あの判決2本と弁論1本ですね、福永関係の裁判3件え傍聴してきましたので、それのをですね、ご報告させていただきたいと思います。で、なお、ツイッターの方で私がですね、あの、半分少数の歌を歌うんではないかと、まあ、いうような観測が流れてますので、まあ、きは歌わないことにしたいと思います。はい。では、画面共有していきますね。よいしょ。 えとまず13、0分からですね、えー、と令和3年版の3135ですね、菊池由紀さんがソフトバンクを訴えた事件です。ちなみにこれ、後でやります、立、え、花、ー、さんがエネルギーやコミュニケーションを訴えた事件と裁判官一緒です。なんで、同じ裁判官がこう続けて判決を読み上げたって感じですね。で、菊池由紀さんですね、あのまあ、3件誹謗中傷されてて、どれもまあ死ねえよとまあ言われててで、2件は請求棄却だったんですね。まあ、普通ですね、死ねえよって言われたら、これ、まず開示通るんですけれども、 宮中期さんの場合は100日後に死ぬワニというのを書いていて、でまあ、死ねえよというのがその、まあ、ワニに向けられたもんじゃないかとか、まあ、そういうふうに解釈もできるじゃないかみたいなことを言ってです、ね、まあ、請求棄却になってたのが2件あるわけなんですね。で今回は、えーまあ、同じようなことを言っているんですが、アウト、開示せよという判決になりました。宮中記さにすると初めて勝ったということになりますね。で対象になった書き込みですけれども、 これ死ねよ、早くというです、ね、書き込みということでアウトですね。まあ、一般論としてやっぱり死ねよって言っちゃうとやっぱりダメだよね。うん、なんでということですねで。今までは2件ですけれども、クラシックケーブルが菊池行きも一緒に死ねばいいのに、でこれが政府なんですね、請求企画開示せずですね。だからプララの事件が、えー、とお前もコロナで死ね、で、これも政府なんですね、請求企画ということです。 で同じようなことを言ってて、なんで今回だけ請求棄却になったのかということですけども、まあ、2つほど理由があるのかなと思います。で1つは、その同じ裁判官が、同じですね福永克也という代理に対して、続けさまに判決を下すわけですね。で、どっちも微妙な事件で、どっちもです、ね、原告を任すと、やっぱりバランスが悪いと考えたのかなと。まあ、なんで1件ぐらいはあの原告を出しようかと、まあ、それがバランス的にいいだろうと、こういに思った可能性が1つありますよね。 からもう一個はですね、その棄却された事件と今回の事件で比べてみると、棄却された事件はどちらもですね、えっと、もという言葉を使ってるんですね。こちらですね。えー、菊池祐樹も一緒に死ねばいいのに。えー、お前もコロナで死ねといった形で、えー、もと言ってるんですよ。なんですね。でそれに対して今回の事件は、えー 死ねよ早くでも完全に菊池勇紀さんだけに向けられてるわけですね。なので、この死ねよというですね、えー、フレーズが向けられた相手が主にワニなのか、それとも菊池勇紀だけなのかですね。つまり、えっ、ー、と、規約された2件はワニプラス菊池勇紀だと。まあいうふうに読めるじゃないかと。まあ、もうと言ってますからね。それに対して今回はそう言ってませんので、100%菊池勇紀だけに向けられて、えー、死ねよと言ってると。 まあいうところで、ですね、まあ、違いがあるとしたらそういうところなのかなという気がします。すね。まあ、ぶっちゃけただの裁判官がちなんじゃないのというです、ね、<laughs> 気がしないでもないんですけどね。はい、から、えっと、橘高氏がエネギ k ラコミュニケーションズ訴えた事件ですね。これも同じ裁判官です、民事31部の事件ですね、令和3年間の5861という事件ですね。対象となった書き込みですけれども、橘君失格で行き先は刑務所ですね。 N 国立花大先生、悪名悪名、恐怖を感じる立花、コロコロ立花、嘘つき立花、ミスター・ブービナム、N 国公約は業務妨害、倫理観ゼロ、堀江門神道、やりっぱなし高し、反社勢力、政治で遊ぶ立花、最強安置立花、おまゆうというわけですね。まあ、これはどっちかというと名誉毀損系なのかなという気がし,しないでもないんですけど、ただうん、まあこれ普通これだけ言っちゃうとね、なんか、あの、 公,公益目的なしでアウトになりそうな気がするんだけども、ただまあこれ、例えば、あの反社とかは、立花さん、自分でおっしゃってるんですよね。うん、で、結構まあいろんなことを、立花さん自身が言っちゃってるところもあるし、からやっぱり政治家だっていうところですよね。やっぱりその政治家に対する発言がやっぱり許されないっていうことになってくると、まあ、これはやっぱり民主主義の観点からどうなのかっていうところはあるじゃないですか。 まあそういったところから、まあ、これはあの請求棄却になったのかなというところですね。はいまあ、やっぱり政治家に対してはです、ね、プレミアリに関してやっぱり厳しい判断がされているということで、まあ、請求棄却ということですね。はいまあ、ですので、菊地記したのは、ちょっと敗訴ということでしたけれども、立、え、花、ー、隆さんの事件ですね、えー、見事、福永克也敗訴ということで、大吟醸を背そうですね、掲げたいと思います。ね こちらのビロームですねまだ判決も見てないんであの、どういう理由中の判断で勝ったのかというのはよく分からないんですけれども、まあ、一応、結果としてはです、ね、立花さんは請求棄却、宇宙記者のは開示せよと、そういう判決だったということでございます。ね、からもう1件です、ね、ちょっと順番違うんですけど、午前中にあの有山さんの事件ですね、傍聴してきました。で今回でで、えー、決心ですね レア3でゼ6060という事件ですね。で、この事件、結構サーバー感が厳しくてですね、なんか、あのかなりその厳しい態度を有山さんにとってたんですよね。で、今回どうなのかなと思ったら、今回は非常に普通の接し方でしたね。まあ、手法修正が至るからなのか、それとも有山さんが、えっと、オツ17号証という形で、あの内田祐馬さんという方が、まあ、これ、加盟ですけれども、 妊活詐欺って書いて、えーで、ハーチに訴えられて請求棄却と、妊活詐欺は真実であると、えー、そういう判決を取ってるんですね。うん、でその判決文をまあ出したっていうのがやっぱり大きかったのか、まあ、分かんないですけどね。まあ、あるいは単にその前回まではです、ね、ちょっと、まあ、最初はちょっと、アディムさんがその、うん、裁判をなめてるようにも見える態度も取ってた時期もあったので、まあ、それに起こってただけなのかというところですけどね。はい まあ、かんないですので今回は非常に普通の裁判官でしたね。で今日、決心なんですけど、原告に対して、妊活詐欺に関してえ事実の歴史なのか論評なのかというのを聞いていました。で、福永の回答は、そのまあ、主囲的な主張としては事実の歴史で、まあ、予備的な主張として論評と、まあ、いうふうに主張しているんだと、まあ、いうことですね。 からあと、まあ、有山さんがその、えっと、訴状ですね、住所の書いてある訴状をアップしたことで、あとコメントも付け加えたことについて、えー、これはプライバシー侵害なのか侮辱なのかということなんだけれども、結局、一つの行為でそれぞれ侵害してるんだと、まあ、い,いような回答でした。から、に対してですね、あのまあ、第二のところですね、今回、の例の文春オンラインとか、それからあの総務省でですね、福なんかが問題になってるとか、そういうことをぐじゃぐじゃ書いたんですよ。 でこれについてはやっぱり事情としてこういうしろという趣旨かということで、まあ、それはそうなんでしょうね。はい、であと、違法性正確順は前回の準備書面のこのあたりで書いているいう理解でいいよねということで、まあ、これは確認という感じでしたね。で、これ、10月4日判決ということですね、まあ、住所を出してしまったということに関しては、もしかしたら厳しい判断、下る可能性あると思うんですけれども。 まあ、少なくとも妊活詐欺に関しては、ですねこの部分に関してはあの被告は問題ないと、えー、請求棄却、この部分に関しては棄却というですね、まあ、判決が、まあ、出てほしいなというふうには思っておりますというところですね。えー、そのわけできょう、3件傍聴、えー、してきましたので、そのです、ねえー、判決とそれから弁論について、ですね感想とコメントについてお話をさせていただきました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントと投げ銭の方お願いします。どうもおやすみなさい。